はい、どうもこんにちは。高校生受験生のですね、数学力アップのためにやっているこの大学入試問題解説シリーズ、今回はですね、兄弟の定積分の問題です。これを計算しましょうというものですね。ログの積分、部分積分、値間積分、積分のテクニックが詰まったいい問題です。ぜひ最後までご覧ください。それでは解説に入っていきましょう。この積分ですね、まずどこからほぐしていくかってことなんですが、実はこのルートの1たす x2 乗っていうのがあるからといって x イコールタンジェントシータみたいな値観をするとちょっと複雑な形になって失敗しちゃいます。なので1回ですね、単純にこのログのルート、つまり2分の1乗っていうのを簡単にすることにしましょう。今この定積分というものは範囲が1からルート3、まあ今これはいじらないんですが、x2 乗分の1っていうのがあって、ログの1たす x2 乗のルート、つまり2分の1乗になってるわけですから、2分の1のログの1たす x2 乗と、こうやって書き換えることができますね。今、このログの中身の指数というものが降りてきますよという性質を使いました。で、次はですね、このログっていうものがあるので、これを部分積分で消したいんですね。この x2 乗分の1っていうのが何かの微分だよね、だから部分積分でこれが消えるよねというふうな流れにしたいと思います。さて、これをですね、こういうふうに変形しました。今この2分の1はここの2分の1が外に出てきたものです。で、この x2 乗分の1っていうのがマイナス x 分の1の微分になっているということで部分積分が使えます。で、部分積分を使ってみるとどうなるかっていうと、まずどっちも微分していないもの、これに積分区間の両端である1とルート3を代入すると、これがありました。で、そして今度はですね、こっちの微分があったので、今度はこっちだけ微分したものの積分が入るという感じでしたね。マイナスなんですけど、ここにもマイナスがあるのでプラスになって、2分の1の1からルート3の x 分の1の、そして今度はこのログの1たす x2 乗の微分が来るというわけです。こうですね、これが部分積分をやった結果となります。まあもう受験生とかであればさすがにこの部分積分は大丈夫だと思いますが、一応これ確認しておいてください。で、次はですね、まずこっちは単純に代入できます。そしてこっちもログの1たす x2 乗の微分、これも計算できますね。ということでやっていきましょう。まず代入なんですが、これは2分の1のルート3を代入するとマイナスルート3分の1のログの1たす x2 乗、1たす3でログの4というふうになりますね。で、次1を代入すると、これは、まあ、マイナスマイナスでプラスになって1分の1のログの1たす1でログの2と、こういう感じになります。で、次こっちなんですが、これはプラス2分の1の1からルート 3x 分の1のまずログの微分なので1たす x2 乗分の1というのが来て、そして合成関数の微分の考え方を使うと1たす x2 乗の微分というものが入ります。ということで、ここに 2x が来て dx ということになるわけですね。まあ大丈夫だと思いますが、合成関数の微分なんかも忘れずに覚えておきましょう。で、次、まあ、あとこっちはこっちでもう少し簡単にできますし、あとこっちも x が消えて2も消えるのでだいぶ楽になりそうですね。続けていきます。さあ、まずここですが、ログの4というものはログの2の2乗、つまり 2× ログの2ですね。それも踏まえてログの2でまとめてあげると、計算結果ですね、2ルート3分のルート 3-2 のログ2という風になります。これでここはもう片付いたわけです。あとはだからこっちの積分だけで、まあ、こっちもですね、2も x も消えてくれるので、結局1からルート3の1たす x2 乗分の1の dx と、こういう風になるわけです。ということで、まあ、だいぶ簡単になりましたね。さあ、ということで、あとはこれをどう処理するかなんですけども、これはもう積分慣れてる人なら簡単ですよね。1たす x2 乗分の1っていうのはアークタンジェントの x になります。積分するとアークタンジェントっていうのはタンジェントの逆関数ですね。で、まあ、とりあえず主値、つまりまあ、マイナス2分の π から2分の π の間を取るものとして OK です。さあ、そうするとこうなって、で、これですね、計算してみると結局2ルート3の、ルート 3-2 のログ2、まあ、これはもちろんさっきと一緒で、で、足すことの結局ここっていうのはタンジェントが1になるもの、タンジェントがルート3になるものの引き算ということなので、結局タンジェントがルート3になるのは x が3分の π の時、そしてタンジェントが1になるのは x が4分の π の時というふうになって、これ単純に12分の π ですから、この問題の答えどうなるかっていうと、まあ、このログの方は書き方いろいろあると思います、まあ、とにかくこうなって、でそして足すことの12分の 1π と、こういうふうになるわけですね。これがこの問題の答えです。最後に一つ補足です。今この 1+x2 乗分の1の積分がタンジェントの逆関数になるよというお話をしたわけなんですが、これがなんでこうなるのかということで、とりあえずですね、この積分 1+x2 乗の形があるので、試しに
x イコールタンジェントのシータとでも置いてみましょう。そうすると今 x の範囲が1からルート3になっているので、シータの範囲は4分の π から3分の π というふうに言えますよね。そしてですね、今置換積分なんで dx を dθ に変える必要があって、これはタンジェントをシータで微分するので cos2 乗シータ分の1と、こんな感じになります。さあ、そうするとですね、この積分っていうものは積分区間がまず3分の π、 4分の π というふうになって、1たす x2 乗分の1っていうのは結局1たすタンジェント2乗シータ分の1というふうになりますよね。で、今この式を使って dx を dθ に変えると cos2 乗シータ分の dθ というふうになります。で、1たすタンジェント2乗っていうのが cos2 乗分の1だったわけですから、これ計算してみると結局綺麗にですね、式の形が簡単になって結局 dθ というふうになるんですね。で、これはもちろん4分の π から3分の π の幅なので12分の 1π というふうになります。で、なんでこれがこうなるのかっていうのは、こういうふうな置換をするとこの積分が dθ になりますよっていうことと密接に関係しています。というかほとんど同じことですね。あとはですね、ぜひ各自で考えてみてください。これがこうなるのは、これがこうやって置換積分したらこうなるよっていうことに対応しているというわけですね。ということで以上補足でした。というわけで解説は以上です。やってきたことをまとめますね。ログのルートっていうものをまず2分の1かけるログのルートないものにしました。これ覚えてますかね。で、あとは次分積分をしました。 x2 乗分の1っていうものがこれの微分だよって思って、そこから分積分こういうふうにやったわけですね。で、なんでやったのかっていうと、ログのなんとかっていうものがあると面倒なので、こういうふうにすることで次にこの g' つまりこのログのダッシュってものが出てきて、結局ログが消えてくれるというわけです。まあこの問題に限らずですね、前の動画でも実はお話ししましたが、ログの積分は部分積分で片付くことが多いです。覚えておいてください。で、次、あとはですね、この微分はまあこれは簡単だと思いますが、合成関数の微分を使いました。で、あとは式を簡単にしてて、1たす x2 乗分の1という積分をやるだけなんですが、これはタンジェントの逆関数になります。覚えておいていいですね。タンジェントの逆関数っていうのは、例えばアークタンジェントの1というものは、タンジェントが1になるような角度っていくらだっけという関数です。で、まあ、主値、つまりマイナス2分の π から2分の π だけを考えるという感じですね。で、そうすると3分の π 引く4分の π となって12分の π が出てきて、最初の方と合わせてこれが答えというわけです。まあ、数学さんの積分のですね、復習としていい問題だったんじゃないかなと思います。というわけで今回は以上です。僕の YouTube チャンネルではこんな感じで大学入試問題の数学の解説をやっています。また他にも数学とか物理のトピックを動画にしております。もし今回の動画気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録お願いします。またですね、ほぼ毎日だいたい夜7時ぐらいに動画配信しています。配信した時にすぐ気づけるように画面の下にあるベルのマーク通知オンにしておいてもらえると嬉しいです。ということで今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。